20代の頃カメラマンやってまして、でたまたままあ、雑誌とか広告の、カメラマンをやってたんですけど、まあ、直接の仕事とはちょっと別で自分の作品として、昔の怪獣のおもちゃをテーマに写真展をやったんですね。昭和っていう時代が終わって平成っていう時代になりましたよね。でその時になんか自分なりにこう昭和っていうのを振り返った時に、なんかこう怪獣映画とか怪獣のおもちゃっていうのが一つのテーマになったんで、それをテーマとして写真展をやりまして、でその時に、撮影に使ったのが丸さんのおもちゃだったんですね。その何年、5、6年後ですかね、たまたま僕の名古屋の知り合いの友人がいまして、丸さん の70年代 のオリジナルのキャラクターがありまして、それを彼 そのテレビでビデオですかで使いたいということで、版権の話を丸さんと、しなければいけないということで、それを僕に頼んできたんですけども、その時は内田和夫っていうのがいまして、当時の代表だったんですけど、ちょうど何て言うんでしょうか、ホビーブームみたいなのがこう始まったぐらいの時期で、ホビー雑誌もいろいろ創刊したりしまして、じゃあ実際そういう商売するのにどういうような雑誌に広告載せたらいいだろうとか、どういうイベントに参加したらいいだろうかとか、そういったことをちょっと教えてほしいみたいなところから始まって、じゃあちょっとうち来ないかっていう話になって入ったわけですね。僕はそれは97年ですね。